でもなんかあれじゃない、もう終電じゃん。もう終電間際なんで、うん、もうでもほぼいないっすけどね、お客さん。そうおったね、もう閉めちゃう、うん、閉めますか。いいんじゃない、いいっすか、券売機じゃん。まあ来たとて、うん、大丈夫、来ないっしょ。ちょっと見といてもらっていいっすか。 OK、 閉めちゃいますね。頼む。はい、早く寝よ、今日待って絶対早く寝よ。たかんたかん、はい、お客様です。すいません、どうぞご利用ください。中途半端になったんですけど、中途半端にやっちゃった。うわー、ごめんってわけじゃないけど、申し訳ないね。そうですね、もうこの方行ったらもう行っちゃいます、すぐ終わらせます。今の方行ってだいぶもう後ろ姿見えないから、はいはいはい、もう行けます、勝負でしょ。うん、うん、いいよ、いいですか、もう一回行こう。はい、あ、どうぞ改札使ってください。じゃあ行っちゃいますね。お願いします。なもう俺締め切り作業とかできんもん。マジですか。計算も苦手すぎて中高の頃でも赤点まみれでも野球やってなかったら本当に卒業できてなかった、はい、うわー、うん、僕結構得意ですけど。あ、なんだ、あ、男性のお客様です。すいません、うん、どうぞどうぞ。はい、気づか、これは運がないわ。いつもだったらこんなことないのよ。一発ですよね、いつも基本一発だけどね、意外とこの時間の新宿って意外と来ないからね、この解説はね。でも夏休み終わってますよね。とっくに終わってるね。かわいそうに。これもやっぱ先輩としてさ、はい、もう一回もういいでしょ。ここは俺の勘を信じてほしい、はい、先輩やってくださいよ。いや、俺とは計算できない。なんでですか。無理無理。俺を信じて、もうさすがに、はい、いけると思う。じゃあやっちゃいますね。うん、いっちゃいます。任せてください。お願いします。本当にめちゃめちゃ様になってるじゃん。まあ、そこで笑ってます。高野さん、お客様です。どうぞ。珍しいですよ、こんなの。なかなかこんな高は見ないわ。ないですよ、ね、かわいそうに。うわ、いや、だからもう手つけちゃいけないのかな、こんな中途半端の時に。そうですか。完全に、だってもういつもなら締め切ってますよ。いや、そうよ、はい、今日どうしたんだろう、こんななんかライブかなんかあるのかな、やらの来るならまとまってきてほしいですね、うん、確かに、めっちゃこれ新宿駅あるあるだよな、ね、あーかわいそうに、素晴らしい。でもこのもう静かな感じはもう来ないですよね。来ると思う、俺は来ないに、はい、700円。700円8ってやってません、今。ちょっと今8ってやってましたけど、800円ですか。800円、はい。で僕は、そうっすね、来ないに、1000円いきます。お、行くね、はい、マジで。ほんと、この方行ったら、うん、終わらせます。言ったね、はい、うん、かっこいい、たくましい後輩やわ、お前はマジで。いいっすか、行きましょう。やった。あ、締め切りました、締め切っちゃいました。ま、終わっちゃいました、終わっちゃいました。あ、お客様、今締め切り、切符を買われたいということですか。あ、なんか、あれですね、うん、あ、停電です。あ、停電、あ、ごめんなさい、ちょっと今、一応この駅停電が起きてしまってまして、すいません、降りる駅でのご精算になります。はい、あ、ご理解ありがとうございます。はい、このまま入っちゃってください。はい、イエーイ。よいしょ。電気バリバリついてますけど。バリバリ電気ついてますけど。よく通じましたね。よく通じたね。停電してないですけど。そんなことある。いけましたね。あー、よかった。じゃあ寝ましょうか。よいしょ。疲れた。あ、ではお願いします。おっしゃ。はい。じゃあ新宿マリアの、まあ新宿ですか。うん。はい、新宿。